はい、おはようございます。今ね、埼玉県の坂戸市に来てるわけですけどね、ここでですね、マンションの周りにね、もう植木がいっぱいあるんですけど、その剪定作業をしていこうと思います。まあそれでね、結構な量なんで、多分これ一人は無理やなと思ったんで、埼玉県で言ったらね、ピカ族のおかにさんも住んでるということでね、その人もね、今日一緒に作業することになりました。じゃあ行こうと思います。はい、この辺の木をね、綺麗さっぱりやっていきましょうかね。ボッサボサやな。2年ぐらい切ってないって言ってたかな。あとこっちの方も。おはようございます。今日よろしくお願いします。おはようございます。今日一日この剪定の作業に入らせていただきます。はいはい、持ってます。はい、もう向こうからどんどんやっていきます。ほんで、うちはここ俺が一人でやったからさ、綺麗ですもんね。うん、あと、来てくれ。どれにしようかな。唐揚げ弁当、4個入りと6個入りどっちがいいですか？4個入りで。あ、4個じゃ4個入りで。本当かぶ、大丈夫？お腹減ってないの？正直アピールしてるわけじゃないよ。僕は正直に言っといた方がいいんじゃない？はい、昼飯届きましたよ。はい、よし。あ、めっちゃまさやな。しかしこれは麻雀開始が何時になるか見ものです。そうっすね、これ結構やばいっすよ。やばいっすね、旅行練習できない。いただきます。肉とて、うん、うまい。マジうまいっすね。うん、お疲れです。はい、終わり。はい、世田谷の方帰ってきました。もう真っ暗ですね、外は。今日ね、埼玉県の方で便利屋ピカ福さんとね、一緒に剪定作業をやったわけなんですけども、まあ朝からやって夕方までかかりましたね。で、今日1日で5万5000円というお金をいただきました。というわけで、もう今日ゆっくり休みます。お疲れ様でした。すいません、片山と申します。はじめまして、片山です。全然吠えないんですか？ですか、 YouTube っていつ頃から見てくれてたんですか？はい、去年のですか？あ、今年の、あ、最近ですね。
のベランダに当たってるようなあの辺がもっと低く高さを下げてなんか量とか減らしてみたいな感じですね。わかりました。はい、お客さんの方からねもうスカスカにしてってことでがっつり切りました。じゃあ下のこれ片付けていきます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、お疲れ様です。いやー、12月になってね、今年もね、最後の1ヶ月になってしまったわけですけども。まあ来年はね、いろいろと変化のある1年やろうなと思うんでね、それをまあ楽しみなんですけども。ですね、ついこの前ね、税理士の人になんか相談に行ってですね、売り上げであったり経費になるものをまとめたりとかね、いろいろしてるわけなんですけど、そういうね、事務作業もやりつつ、動画編集もやって、実際に便利屋のお仕事で現場に出るのも自分でやってっていうね、まあ、そういうのをね、全部一人でやるっていうのはね、できなくはないんですけど、まあこれ以上なんか増えてしまったらもう限界かなっていう、そういうところまで来てると。思います。もう本当に頭がこんがらがってきてね、もう最終的にはやっぱ動画編集っていうのがなんか後回しになって、でだから動画を出すのが遅れてるとかね、そういうことに今なってると思うんですよね。ほんまにそれは非常に良くないなということで、いやーこの状況ねどうにか打破せなあかんなと思ってたんですけど、まあそんな時にですね、なんか三井住友カードっていうなんかクレジットカードが、それをねなんか使った明細出そうかなと思ったんですけど、なんかそのカードがさ、ナンバーレスっていうのか、まあクレジットカードって普通16桁の番号なんか正面にパパパーって売ってるじゃないですか。それがなんか書いてないカードやったんですよね。だからネットの方で明細出そうかなと思ったら、16桁の番号を入れてくださいって言われて、それ分からないからログインできなかったんですよね。だからその番号を調べるために再発行なのかそういうのまた送ってもらおうかなと思ってサイトにアクセスしたんですけど、ログインにねその16桁の番号を入れてくださいって言われて、だからそれが分からんねんっていう感じで、結局ねその繰り返しでね何も進まなかったっていうね、そんな悔しい時間もね、本当にその事務作業っていうのはね地味に時間がかかるんですよね、どれもこれもね。いやーそういうのだけでもねなんかまとめてやってくれる人でもおったらねすげえ嬉しいんですよね。まあそんな感じで全部一人でするっていうのはねなかなか非常にしんどいなっていうのはね、もう前から言ってることですけどね、本当に疲れてきましたね。ね、本当ありがたいことにですね、なんか今週も来週もね結構埋まっていましてですね、順調にというかね、なんかいろんなご依頼というのはいただけているわけなんですよ。まあ今月もね全然生活していけるなっていうぐらいはね、やっぱ依頼をいただけてるわけなんですよ、ほんまに嬉しいことに。まあそんな感じでこの事務作業っていうのはね、いろんなところでイライラしてしょうがないんですけど、そういうのをねとりあえずは一人でやっていきたいなと思ってます。ということで今回の動画は以上です。今回は便利屋ピカ服とのコラボ動画でした。またチャンネル登録グッドボタンやっててください。それではお疲れ様でした。